カイデリューチューバーチエです。いつもと違う始め方、はい。ずっとね、ご紹介できなかったんですけど、今日はね、じゃん、ネクサスのチェリーニプリーズを紹介したいと思います。これをね、紹介するにあたってお酒のつまみになるぐらいずっと見てられるんで、お酒もたまにお願いします。うまし、改めて紹介をさせてください。一回外さない、はい、レッツのチェリーニプリンスです。型番が54425、183万円するそうです。チェリーニって1929年から、50年代ですねまで、チェリーニは発売されてたんですよ。こちらのモデルに関してはなんですけども、この初代のモデルのリバイバルモデルになるんですね。これは、創業100年を記念して作られたメモリアルウォッチとして発売されました。こちら4種類出てて、4種類とも全て貴金属でできてるんですよ。で、これってすごい珍しくって、で、今までとかってステンレスが主流だったところなんですけども、これは貴金属でできてます。で、当時そうやって呼んでたかわからないんですけれども、今ピンクゴールドのことをエバーローズゴールドという言い方をしているんですね。エバーローズゴールドって色褪せることのないバラ色っていう意味があって、エバーローズゴールドってついてます。で、一見ちょっとゴールドに見えるんですけれども、エバーローズゴールドはピンクゴールドになります。なので日本人のね、女性にすごく馴染みやすい色なんですよ。このコンセプトはクラシシズムと普遍のエレガンスって呼ばれてるので、もう完全にドレスウォッチなんですよ。で、見てわかる通り、すごいエレガントでしょ。これさ、ちょっとかっこいいよね。今日はね、この子が主役なんで、色を黒にしてちょっと目立たせてるんですけど、ドレスウォッチってお話をしたんですけども、ロレックスって自動巻きが主流なんですよね。で、これね、なんと手巻きなんですよ。ただね、今の、チェリーニのモデルに関してはもうすでにオートマに切り替わってモデルチェンジしてるそうです。もう一つはオイスターケースっていうのがかなり今主流になっていて、まあ、防水に優れていますね。これ非防水なんですよ。なので、すべてこうロレックスの主流とはまた別のこう本当に反対側を行ってるようなこの時計 で、まあ、そういうのもあってだとは思うんですけども、当時ね、販売された時って少しこう話題にはなったんですけど、もう正直そんなに人気がなかったんですよ。なので球数自体も流通してる個数自体も本当に少ないんですね。あんまり被りたくない方っていうのにかなりおすすめになります。機能性っていうよりかは本当にドレスウォッチなので、こう少し予想行きというか、まあ女性だったら普段使いとかもできると思うんですけども、完全にドレスウォッチをこう貫いてる感じがね、またかっこいいですよね。私もちょっと全然これ今ちゃんと調べるまでね、分かってなかったんですけども、チェリーニさんという方がいるんですよ。で、イタリアの彫刻家でベンヌブーブベンベヌートベンベヌートチェリーニさんっていう方です。そのチェリーニさんにちなんで、この音源に関してもチェリーニというふうに付けられているそうです。かっこいいよね。名前もかっこいいと思うけど、本当気に入ってる、めちゃくちゃ気に入ってる。で、しかもね、外見的なことをお伝えしますよというかお伝えさせてください。このね、チ
セリーニってあの見ていただくと分かるんですけども、ロレックスって全部こう丸なんですよね。ラウンド型なんですよ通常は。だけどこれスクエア型なんですよね。これがかなり特徴的になってます。あとは特徴的なところとして、こう文字盤がこう2つにこう分かれているというか、上下にこう分かれているので、そういったのもちょっと特徴的ですよね。まあ、バックルもそうですし、このケースとかもそうなんですけど、18金でできてます。で、まあ、あの加工をしてピンクゴールドにされているみたいなんですけども、ね、ちゃんとねこの750っていう刻印、あの金ですよっていう刻印もしっかり入ってるんですよね。他の4種類に関してもそうなので、他の4種類はさっきあの非金属製というふうにお伝えしましたけれども、その非金属製っていうのがホワイトゴールドだったりとかピンクゴールドだったりとかイエローゴールドかなので、あのかなりこう顔も少し違って見えると思います。ちょっとメカメカしい感じだったりドレッシーだったりとか、あとはね、なんとねこれでねお酒飲めるんでね、じゃらーん、シースルバックルってチェリーニだけなんですよね。かっこいいね。いやなんかもうほんとドレッシーなんだもん。しかもねこのベルトもね、これ純正なんですけど黒子なんですよ。茶がいいですよねこれね。めちゃくちゃ気に入ってるんです。これ人と被りたくないって別に当時そう思って買ったわけではないんですけど、実際つけてる方私一人も見たことないです、このチェリーに。え、それいい時計そうだねって言ってパッて見せてって言われた時に、そのロレックスだったりとかすると、え、それロレックスなんだって皆さんこうおっしゃっていただくので、一見ロレックスってわからないんですよ。で、なんとねこれ元々の定価でも当時でもすごい高かったと思います。2000年か2005年にこうあの販売されてるんですけど、その当時で183万円なの でただなんですけども、私が購入した時って79万円だったんですね。でこういったゴールドとかを使っているのに、その80万円より切るぐらいで販売されてたのってなかなかなくって、まあ、それぐらい逆にそこまで人気がないというか、あの需要がなかったんですよね。でそれでただ私は顔に一目惚れをして、私は会社のスタッフの人と一緒にこうやっていた時にネットかなんか見せてもらって、これいいですよとかって言って、これめちゃくちゃかっこいいと思いますよって言って、で私もその時にチェリーのこのプリンスを知らなくて、よし買っちゃえと思ってで買ったんですよね。うちの業界とかってみんないいの一個ずつというかしてたりとか、まあ、2個持ってる人とかもいましたし、業界ではね、結構買ってる人がいたんですけども、でしかもね今ね、あの高い時期でしょ。なんと見たら今最安値で170万円ですって、売り値がね。でスポーツモデルではない時計でこれだけ上がってるってかなりなんか自分を評価されてるみたいですごい嬉しいんですよねこれね。そうこんな感じでしょうか。わーということで、今日は私のロレックスチェリーニプリンスを紹介させていただきました。ご視聴ありがとうございました。はい、チャンネル登録といいねも忘れずに。この度はロレックスを選んでくれてどうもありがとう。ご使用の前にこの取扱説明書を読んで、ずっと正しく